はい、このユース制作ワークショップなんですけれども、映画を作るということで、3年目になります。全国からですね、12名の、若き監督たちが集まってきて、そしてなんと1週間で映画を作り上げるということなんですけれども、企画からですね、全て彼らが、始めるということなので、大人たちは本当にこうなんか危険なことがないかなっていうのを見守る程度でですね、ほぼ彼らのこうイメージとそれを具現化していくっていうのをやりきります。で、これはですね、やはりこう彼らにとっての何かこう何もないところからこの日常の風景を活用して映画を作るっていうことに対してすごく学びがあるんだと思う。普段当たり前にこう過ぎていく日常が、あ、こんなにもキラキラしてるんだなっていうことに立ち止まれる機会かなというふうに思っています。で、まあ、ひいてはですね、この奈良国際映画祭の次の世代を担う人として、どんどん才能を発揮してもらえたらなというふうに思っています。それからですね、この若手育成に力を入れているという点なんですけれども、私自身の映画祭というふうに奈良国際映画祭思われがちなんですけれども、この映画祭っていうのはみんなにとっての宝物であってほしいということで、今年はトレジャーハント、この鏡に映るそのあなたこそが宝物なんですよと、そしてこの鏡のようなここに映る奈良の風景、その土地の持っているポテンシャル、それは世界中比べてみても、いや比べる必要がない、自分たちのオリジナリティがそこにこそあるんだよということで、宝物再発見というのもテーマにしています。つまり奈良に暮らしている人が自分たちの町を誇りに思うということと、そして外から来てくれた人たちが、交流をしだすというのは、実は1000年前からのその真の国際文化観光都市である奈良の役割なんじゃないかなというふうに思ってまして、で、映画はですね、まあ、本当このワークショップをやってると特に思うんですけど、彼らの中の何かこう見えない悶々としているものがポジティブな方向に進んでいく瞬間があるんですね、映画を作ることによって。これに立ち会えるっていうのは本当に私たちの宝物だと思ってますし、その継続していく、あの大仏様が1000年も続いて私たちの目の前にやってきてくれたっていうのは、やっぱりその一人一人の力がこう集まってあの大仏様ができたから、その時の権力者 の、 その権力だけで作ったのではないから、これだけ長いこと続いてくれたのだと。そういう意味では奈良国際映画祭は1000年続けたい、そういう、祭典にしたいので、若手育成っていうのに一番力を入れています。この奈良国際映画祭、コロナ禍にあって、開催をどうしようかという春先からずっとミーティングを重ねてきて、そのミーティングそのものもみんなで会えないので、オンライン上で語り合ってきました。でも、やっぱりこういう時にこそ芸術の力で人の心に光を灯したいっていうふうにみんなが思ったので、9月の18日から22日まで開催を決定しました。とはいえ本当にこう来ていただいて見るっていうことと同時に、オンラインでの上映も数多く用意しています。詳しくは奈良国際映画祭特設ページ2020っていうのを開いていただいて、アクセスしていただいて、そこから奈良国際映画祭を楽しんでください。このユースの作品も最終日9月22日に上映しますので、クロージングセレモニーね、本当に直前に、私たちの宝物であるユースが作ってくれた映画、ぜひ見に来てください。川瀬直美でした。